ごめんなさいね。なんか知んないけど、なんでやっちゃうの。はっ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 。やっちゃいけないの。絶対。はっはっは。こんばんは、ブリとブラです。お久しぶりでございます。喋るの？いいの？喋る。今あの隣でなんか音楽が聞こえたので、はい、何かなと思って覗きに行ったらちょうど男性の方が出てきて中原武雄さんのリハーサルをしているとそしてちょっと中に来ていいよということで今ちょっと覗いてきました、はい、そしてあの10月の6日日にあ10月の6日日に中原武雄さんの講演会の後にトークショーがあってそれのお茶組みのお茶出しのお手伝いをはい、はいだからお話ができそうです今僕は今聞きました今だって高橋さんでは歌います、はい、今度11月の11日に木町の音楽祭でグリトグラがするのでそれの練習いいと思い久しぶりに顔出しました。はい、お願いします。Thank you.
回か歌ったことあるんですけど。これ練習中です。どうですか、ベタっとしました？大丈夫。例えば強弱がもっととか、ギターが単調すぎとか、強弱はつけますけど、でもそういう曲ですから。淡々と、結構淡々と。だけど一回ギターの人でね、こっちに千年千万ってね、歌を生かすように歌ってみたらですね、一回ぐらいブレイク入れても面白いです。ブレイク、ジャッジャッダー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 ダダラッとならないね、最後にバッて出てくる、ね、すごいね、こんなのいいね。いいね。前にね、ちょうど中村君たちの番組に一番見せてもらおうと思ってたんだけど、ちょうど京都のところに来てるんで、最初にこういうリターンをするともったいないよね、ほら準備が最初に自分で言うセットしとった方がすぐ入れるんですよ。そうね、俺たちはもう簡単に言うと中村君とかも聞きたいと思ったら日本なんで、あ、お二人でされる。その辺はもう、なんていうか、時間をなるべく押さないように、こうこうやって、いろいろ撮ります。高校生は真ん中にいるんですよ。高校生も出るんですか？高校生。ただ行こう。一番盛り上がる。あ、高校生が一番盛り上がるんじゃない？だって高校生が一番にすると、友達が帰るから。そうそうそう。俺は何だよ。取りにしてくる。じゃあ2曲目。それでやっぱ音響を頼むことだって。